熱い。いける？みんなバテてけへんか大丈夫？こんなクソ熱いのに。楽しいのわかるけど。はい。はい。はい。ああごめんごめん。おドローン飛んでるやん。びっくりじゃん。何が鳴ってるのかなって。すごいな。すごいな。偉いな。よいしょ。ほい。うまいね。はい。はい、はい、外野手は内野手は左足の前で。ほらほら、懐かしいね。懐かしいねって言って 俺お前らにノック打ったことないもん別に考えたら。はい、いいね。バックハンドやります、やってくれますか、はい、ちょっと タイミング合わせてこれぐらい。バックハンド、バックハンド、バック、これ足切れちゃうじゃん。はい、これぐらい、はい、えい、はい。でもあそこでジャンピングスローしたら PL じゃどつかれるからここにぶっ飛ばされるからねはい、守備位置じゃないですか、ね、守備範囲、守備範囲、ボールに関わるってなるとこういう感じだよね。あー、そうですね、まさに、はい、ランランプレーとかも含め、あー、なるほど、そうなると、なるほど、なるほど、なるほど、意味が違うんだよね。そうそうそう、打球に対する守備範囲とか、あ、じゃあまず、ショートが取るゴロだってここら辺、ファイヤーとうん、まあ大きく言ってよ。フライとかだと どこまでそう、ファールフライも含めて。結構レフトですね、もう。そんな感じ。だって俺が守ってるのにホージーとかないんですか。ショートが関わる守備範囲っていうと、もうこれぐらいになっちゃうんですよ。下手したらカットのカバー、こうやって追っかけていくからこの辺まで来るし、だからこういう、もう全球場ですね。なるんじゃない。跳ね返りとかも想像したらこれぐらいになっちゃう。ダウンダウンプレーだってこっちまで行く可能性あるから。だからもうそうやって言うと、もうどこまでもある。そうですね。ほい、うまいね。セカンドの範囲だったらやっぱりここからこの辺かな。もうファーストがトンネルした時のこの辺ですね、ゴロが、うん、フライだとどこ、フライはこの辺から、この辺もう これ辺までかな。前はどこ、前はもうピッチャーの大体この辺来たらもうショートで任せるかもしれない。この辺かな、そうですね。
守備範囲からするとショートが追いかけていったりとかしてセカンドベースからこういう風に入っていったりもするから この辺からここでしょで この範囲ですね、ここ送球それるのにこっちカバーリングいいから、まあ、ここまでは入りきれないからねここまでは入りきれんからやっぱりもうイメージ的に言うともうここら辺まで行くぐらいのつもりでフライも含めたらだからここまでになるからねここ不思議範囲だから広いよじゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあ今日はですね皆さんに、まあ、主に守備と走塁とそして、昔話を語ってもらおうかなと、はい、いろいろありましたからね、まあ、90年ねちょっと、はい、もうそれはねこう野村監督を忍んでということも我々ありますしね、はいはい、あまあ、そういうことも含めて、楽しい時間にしていきたいなとは思うんですけども、最初にねやっぱりねちょっと年齢順列を言っとかないとね皆さんちょっとわからない人もいらっしゃるかもしれないですから年齢順に並びましょうかね、はいはい、僕はまあこのメンバーで言うと一番上で昭和で言ったら40年生まれです、1965年生まれでその1個下が友城健二でございます、はい、41年昭和41年か、うん、1966年です、はい、でその2つ下が飯田哲也になります、はい1968年昭和43年今年3歳です53歳ですお願いします。そしてそこからまた2つ下がって宮本慎也です。1970年昭和45年の51歳の一番ヤングです、だからちょっとずつねこう、まあ、あの90年代の前半から、まあ、中盤後半にかけてね、みんなでだから今日はね、僕はもう友達の後輩なんでトマと呼びます、はい。でもう飯田さんのことはね哲也といつも呼んでるんで、はい、哲也と、はい、で宮本さんのことも深夜と呼ばせていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こういうイメージで左側をケアして危ないってことね、はい、雨とかに入りやすい。